おさむ師匠とこう仲がいいという話前回もやらせてもらったんですけど、おさむ師匠ね、そうそう、本当にすごく大阪時代からこうよくしてもらってまして、ほんでこの前おさむ師匠がね、うん、こっちでその舞台をすると、おう、そう、まあ、東京で、そうそう、でももう漫才とかじゃなくてお芝居、お芝居を、そうそう、ほんでそれが手塚治虫先生の生誕何十周年かなみたいな結構記念公演で結構でかいやつだから、もうその出演者ももう主演が水木有沙さんとか、すごっ、そう、ほんで高島礼子さんもう大御所の女優さん、そう、ほんで佐藤 B 作さんとかも出てはる中の結構重要人物の一人で、まあ、緊張感もある舞台やって、ああちょっとお笑いじゃないと、そうそうそう、ほんでまあそんな中もうまあ修師匠がバッと出てきましたと、ほんでまあ修師匠でもあの感じやのにね、まあそれを知らない方いるかもしれないですけど、関東の若い方やったら、うん、すごい癖をお持ちの方なんですよ、まあまあまあ ね、それこそさっき彼がこう表現してたんで、はい、わーってねこう出ちゃう方なんですけど、うん、どういう演技をするんやろうと思って、うん、もう見てたらまあ最初は結構普通にやってたけど、ただまずちょっとおかしいな、あれ修師匠が出たって思ったのが、うん、こうみんながスッと座ってちょっとこう、うん、暗転じゃないけどうっすら見えるぐらいの時に、うん、修師匠だけずっと我慢できへんからずっと動いてる、修師匠あそこやと思いながらおいもなんてなって、でもないかんやで修師匠と佐藤 B 作さんが絡むシーンがあってんけど、修師匠かかってるから、うん、お笑いしたいし、あの人は、うん、もうこんな緊張感いないって「うわ修ちゃんでーす!」って言うてんもんで、そこで修ちゃんじゃないのにえ本役でもない役目修ちゃんじゃないねんね、うん、あ、おさむちゃんでーす、でも便速さんもあんたおさむじゃないでしょとか言いながらもうずっとそこからかかっちゃって、もうそこからボケてんねんけど、もうずっと何言ってるかわからんかったでも B 作さんも我慢できんから、もうなんて言ってるのって、セリフを言ってちゃうとこれも進めないからめちゃくちゃ面白かったあれは、でももちろんそのやっぱ修師匠のすごいところはそれでちゃんとボケて、うん、あんだけお、まあ、言ったあれやけど重苦しい空気でもちゃんと拍手笑いを取ると一人すごいな、マジですごかった、マジでかっこよかった、